こんにちは、グラス工房タップの福田勝です。10分水墨画、今回の植物はここにあります。チェリーセージです。今映ってますのはうちの庭ですけれども、これ結構ね、ほったらかすとすごく大きく成長しますね。多年草で、そして結構ね、長い期間花が咲き続けるので、目をね、楽しませてくれます。はい、ディテールをねちょっと見たくて、少し切ってきたんですけども、ここのところにね、ツユムシらしき虫がついてますね。これかけたら描きたいと思います。余力があったらね、これも加えます。じゃあ描いていきましょう。材料のご紹介です。筆は中筆1本、小筆2本、面相筆1本です。紙は画仙紙、梅という製品、F4 号ですので半紙の大きさです。花の部分の絵の具はホルベインの W205 キナクリドンレッド、赤い絵の具ですね。その他のご説明は割愛させていただきます。お時間のあるときに20番の動画をご覧ください。描き始めに中木作っておきます。小皿に筆で水をまず入れて、同じ筆で濃木入れ薄めておきます。もう一つの小皿には赤い絵の具ね、縁の方にちょんとつけておきます。それでは枝から描いていきましょう。水で洗った小筆、半面に濃墨つけて、下の方がちょっと木質化しているのでガサガサっとした風にして、枝の先端の方はね、花がつくところは伸びやかに。下はゴツゴツ、上は伸びやかと。枝を分岐させるときに少しこうクロスさせると面白いので、クロスをね、ちょっと考えながら描いてください。ある程度描いたら花です。小筆で赤い絵の具溶いてよく染み込ませ、タオルで一旦拭いてから先端に濃いものをつけて、花びらですね、ちょっと写真も載ってますけども、正面から見た花はですね、まず下側に、なんていうんですかね、逆ハート型みたいなのが出て、上にちょこんと突起が出ます。これが基本形ですね。で、今これ横向きを描いてます。横向きは鞘があって、逆ハート型のやつが薄っぺらく見えますね、横から見るから。そして上に突起がしっかり出てると。はい、逆ハート2筆、2ストロークで描くと描きやすいと思います。まあ、この花の枝の先端付近に、まあ、数個開いてます。そしてつぼみもありますんでね、ゆくゆくつぼみも描いていきたいと思います。最初に描いた小枝の先端に大型花をつけていきます。ちょっと濃墨が少なかったので少し墨吸って、で小筆ですね、これ水で一回洗って先端にちょんと濃墨つけて額を描きたいと思います。花の根元に額はこう2つに分かれた小さな額がついてます。ちょっとね、ひな鳥が口開けたみたいな二股になった額です。特に横向きの花はですね、根元の花弁もこの額が包んでますんで、その辺意識しながらこの額つけてください。まあ、墨で描くこの額ですね、小さなパーツですけども、これをつけることによってとても花が締まってきます。結構重要なパーツですので、丁寧に描いてやりましょう。まあ、花をね、この先ちょっと増やしたいなっていう場所にも、まあ、先にこうやって額を描いておいてもいいと思います。これシソ科ですのでね、なんとなくシソっぽい額ですよね。はい、で、茎の途中にはちょんちょんとね、小さな枝みたいなのが一対ずつついてるんですね。これ多分花が散った後だと思うんです。こういうのがちょん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 とね出てますんで、それも描いておきます。ですから花はこのひょろひょろっとした枝全体についてるのではなくて、先端付近に固まって咲いてます。
はい、小筆一回水で洗って、中木つけ、先端に濃墨くっつけて、葉っぱですね。葉っぱはあまり上の方にはなくて、下の方のこの分岐しているところ。枝の分かれ目のところに、こうやって対になって出ます。まず、そこそこ大きめの葉っぱが左右に、双葉のようについて、で、短い葉柄があって、まあ、面相筆で用意しておいて、ちょっとね、あの葉柄、葉っぱの小さな枝は面相筆で描くようにしましょう。そしてこう葉脈もね、中央一本描けたら描くと。これ葉柄です。そしてその先に小さな葉っぱが対になって、そしてその根元にちょっとちっちゃな葉っぱもあるんです。そこそこ大きな葉っぱがあって、小さな葉っぱにこうちょんちょんって出るわけですね。ですから、あの都合一つの、まあ、出発点というか、花、葉っぱが出るところに大小4枚の葉っぱが出る感じです。で、上の方にあまり葉を描くと花と干渉しちゃって、面白くなくなってしまいますので、葉っぱはね、真ん中から下あたりに描いた方がいいと思います。そして花は枝の先、はい、ちょっとね、枝増やして、ここにね、虫をつけたいと思いますね。梅雨虫、小筆で、まあ、中木ぐらいでシルエットのように描きたいと思います。ちょっと向きをね、変えて、右利きの人はあの筆を左から右に移すときね、伸びやかで綺麗な線が出ますので、その向きに合わせて梅雨虫描いた方がいいと思います。左端が頭、右側が羽です。で、下に出っ張ってるのは腹ですね。で、面相筆で丁寧に足を描いてやります。バッタみたいに後ろの足一対は大きく出てます。梅雨虫、あのキリギリスの仲間ですけども、緑色をしててね、まあ、一目見るとバッタに見えると思います。はい、たまたまね、家に持って帰ってきたので描いてやりました。まあ、あまりあの添え物のね、バッタに力込めると焦点がボケるので、まあ、あっさり描いてやればいいかと思います。少し下の方にも花を増やすのは、なんていうんですかね、下にもちょっとだけ見せ場を設けたいということです。はい、もう一匹ね、ちょっと調子に乗って、梅雨虫加えたいと思います。今度は左向きで、少し下をうつむいた感じです。これもね、まあ、気がついたら、気がついてくださいっていう程度の描き方ですね。はい、チェリーセージの完成です。ワンポイントアドバイスです。虫などの添え物を描くときは、シルエットのようにあっさり描くのも一興です。チェリーセージの水墨画ができました。最初このチェリーセージの動画をね、撮ってる時は、あの大きめの紙にね、たくさんわーって花を咲かせる絵を、まあ、想定しながら撮ってたんですけども、あの一部ね、カットしてきて、花瓶に撮って持って帰ったら、そこにね、これツユムシっていう、まあキリギリスの仲間ですね、この小さなバッタみたいな虫がついてたんで、それ見た瞬間ですね、こうやってミクロ的に拡大して描くっていうのもいいなと思って、そちらに切り替えてしまいました。まあ、いろんなね、描き方があると思うんですよね。大きく描くのもいいし、こうやってよく観察しながら花の構造をね、割と正確に写しておく、どちらもいいものだと思います。この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われた方は、いいねのクリックをお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。